カメゴちゃん、おはよう。皆様おはようございます。今朝は先日私の動画であげた世界カメの日があるっていうお話だったんですけども、アメリカの非営利団体アメリカントートスレスキューのお話です。で、創設者のスーザンさんの YouTube があるんですけれども、タートルデイ2021っていうのがあるんですけども、その動画でそのアメリカの非営利団体のアメリカンタートスレスキューの活動内容が英語で紹介されてるんですけども、すごくスーザンさんの英語が聞き取りやすくてリスニングの勉強になります。もし英語の勉強されてる方でリスニング力などアップしたいって方がいらっしゃったら、このスーザンさんの動画見られたらクリアな英語ですごく聞き取りやすいです。私も何回も聞いてます。今朝はカメコちゃん、このヤシガラマットの上でちょっと食後の運動をしてもらおうと思って歩かせてるんですけど、水の中じゃないのでちょっとカメコさん不思議そうな感じでヤシガラを探っています。今朝の動画はアメリカの非営利団体アメリカンタートルレスキューの YouTube の動画があるっていうご紹介でした。